はい、皆さんこんにちは。FS.com 藤谷です。普段はね、スケボーのハウツーとかみんなでこうワイワイ滑ってる動画とかアップしたりしてるんですけど、今日はちょっと違うやつ、一人ね、どうしても紹介したいスケーターがいたので、今日ちょっとビデオ回してます。で、何かっていうと、2021年の8月5日、あと3日後ですね、オリンピック、あそこでパークスタイルの男子が行われますけれども、そこに出る選手をね、ちょっと紹介しようと思います。で、日本人なんで、平野くん出るじゃないですか。平野選手出るじゃないですか。僕、ちょっと面識がないんですけど、だから平野選手めちゃくちゃ応援するし、まあ多分一番応援するんですけど、すごいね、気になる選手が一人います。で、パークスタイルって結構ね、リップからバーンって飛び出して、すごい高さでこうぐるぐる回って着地したりとか、まあ当然空中でフリップかけたりとか、まあすごいダイナミックなトリックを皆さん想像されると思うんですね。まあ実際そうだと思います。だけど、その選手はちょっとね、意表をつくというか、ここでこんなことやんのみたいな、そんな感じの滑りをする選手なんですよ。で、というのも、彼、何かっていうと、全然ジャンルにとらわれないんですね。で、パーク当然なんですけど、ストリートもやるし、僕がメインでやってるフリースタイルもめちゃくちゃうまいです。で、どんぐらいうまいかっていうのをちょっと一応、ご紹介しておくと、2017年のカナダのコンテスト、世界大会があるんですけど、それで優勝しました。で、日本でも、まあ、コンスタントにフリースタイルのコンテストって行われてるんですけど、2018年に、まあ、やったんですが、そこにもやってきてくれて、そこでもね、優勝しちゃってるっていう。だからもう、なんやろ、フリースタイルの中でも、まあ、ちょっと王道ではないんだけど、こんな動きするんや、みたいな、そういう意表をついたというか、まあ、楽しめるような、スケボーをやる選手なんですね。で、一応もう名前言っちゃうんですけど、アンディ・アンダーソン選手です。で、年齢は多分ね、25歳ぐらいだったと思うんですけど、若いですよね。まあ、若いって言っても僕に比べたらっていうか、僕も比べたらみんな若いんですけど、まあまあ、若くて一番動ける年齢なんじゃないかなと。で、多分今回のパークでも本当クレイジーな滑りを見せてくれると期待してるんで、実際そのね、やった時に、あ、この動きってフリースタイルのあそこの動きから来てるんやとか、まあそんな感じで見てもらえたらよりね、楽しめるんじゃないかなと思うんで、その時撮ってきた映像があるので、それを皆さんご覧いただいて、大会の観戦に備えていただけたらと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。どうぞ。
こちらの選手からスタートとなります。出身はバンクーバー、カナダ。カナダから来てくれました。日本に初来日となります。この男は見事に決勝まで駒を進めてきました。年齢は21歳。スポンサーパワーエプランターボーンズベアリング、スカルスケーズ DC、 そしてギアバイクロッシング。では行きましょう。アンディポジション、それでは皆さん大きな拍手をください。アンディ・アンダーソン選手のラストランです。はい、ということでいかがだったでしょうか。アンディの滑りめちゃくちゃすごかったでしょ。で、僕もね、最初見た時になんでこんなことできる、こんなバランスできるのとかって思いました。で、まあでもね、やっぱり継続してやってると徐々にできてきます。で、パークとかね、ああいうオリンピックの競技を見てスケボー始めたいっていう方結構いると思うんですよ。だけど、いきなりやっぱりね、バーンって飛んだりとかって難しいです。で、平地で、まあ、普通に滑るとこから練習すると思うんですけど、そんな時にフリースタイルって結構ね、その自分の体の軸保ったりとか、そういう練習に役に立つと思うんで、まあ、よかったらね、チャレンジしてみていただけたらと思います。で、僕の動画の中で、まあ、ハウツー系、スケボーの乗り方からフリースタイルの基礎みたいなやつもやってたりするんで、よかったらね、そっちの方もチェックしてみていただけたらと思います。はい、そんな感じです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ここは皆さん、我々はこの国どうでしょうか。ジャパンですね。そしてこんなステージをね、自分から掴み取ってきました。最後の最後のランを務めるはもちろんフロムジャパン、日本です。ただ年齢は12歳。実の父親、去年のチャンピオンでも実の父親、そしてまた全日本チャンピオンでもあるおじい、サラブレッド家系に生まれ、父おじを撃破して、なんと決勝に駒を進めてきました。いい成長ですね。大きな拍手で迎えてください。藤井裕太選手です。
scream until something better came along. Something better came along.